狼の歌は、ビクター・フレミング監督、ゲイリー・クーパーとルーペ・ベレスの主演により、アメリカ合衆国で1929年に制作されたサイレントの西部劇恋愛映画、ハーベイ・ファーガソンによる小説が原作となっている。この映画は、サイレント映画としても上映されたが、バイタフォン方式による音声も用意され、映画に合わせて演奏されることが意図されたスコアや、 高果音も盛り込まれ、さらに画面に合わせた歌の場面もあった。プレコード機の映画作品であり、ゲイリー・クーパーが全裸同然で川で髭を剃り、洗い物をする場面があるセントルイスの酒場で、毛皮取りの漁師ガリオン、サッチャーと、息統合した青年サムラッシュは、彼らと行動を共にして、ロッキー山脈へ向かう。やがて、彼らは、メキシコ領にあるタオスの街へ赴くが、そこでサムは、 地元の有力者、サラサール家の霊場ローラと出会い、一目惚れした二人は、アメリカ合衆国領のフォートベントへ駆け落ちする。ところが、放浪生活が身に染みついたサムは、立ち去ってイクガリオンとサッチャーを、一ったは見送ったものの、ローラへの愛と、馴染んだ放浪生活の間で引き裂かれて苦悩する。ルーペベレスとゲイリー・クーパー。ルーペベレス、ありがとうございます。